ナヘミ、ドラマ、たった一人の私の味方、に出演決定、神話エリックと結婚後初のテレビドラマ写真。イコールブルームエンターテインメント女優ナヘミが KBS 週末ドラマを通じて、精力的な活動に乗り出す。昨年7月1日、神話、シンファのエリックと結婚して以来、初めてドラマ復帰する。所属事務所のブルームエンターテインメントによると、ナヘミは、KBS2TV 新ドラマ、たった一人の私の味方、への出演を確定した。たった一人の私の味方は、28年ぶりに現れた身の父によって人生が狂ってしまった女性と、正体を隠さなければならな。かった彼女の父親が、世の中に一人しかいない自身の味方に出会い、人生の希望を取り戻していく過程を描くドラマだ。ナヘミはキムドラン、元アフタースクールユイの妹キムミラン役を務める。キムミランは世間知らずの単純で無知な人物。これに対してナヘミは安定した演技力をもとに、わがままなキャラクターを完璧にこなし、多彩な魅力をアピールしてドラマを盛り上げる予定だ。これに先駆けて、MBC を思いっきりハイキックで強い印象を残したナヘミは、その後 SBS、猟奇的な彼女。映画、チーズ・イン・ザ・トラップなどに出演し、はっきりとした目鼻立ちはもちろん、安定した演技で目を引いた。テレビドラマは2014年6月に放送終了した KBS1TV、ハイは歌に乗って、以来4年ぶりとなる。特に10月公開予定の、メンソーレ、食堂花を通じて初の主演に挑戦した彼女は、最近ウェブドラマ、ミス・ミスタ・ハンを通じて単発でイメージチェンジを予告するなど、多数の作品を通じて女優としての存在感を高めている。ナヘミが熱演を予告した、たった一人の私の味方は、一緒に暮らしますか、の後番組として、韓国で9月から放送スタートする。